ジョージ・モナークとは、日本の競争馬、守護馬である。南関東公営競馬で活躍し、地方競馬所属馬として、中央競馬の重賞である、三継賞、オールカマーを制し、ジャパンカップにも2度参戦した。1987年11月に競争馬としてデビュー。翌12月に2戦目で、初勝利を挙げた。 ジョージ・モナークを管理した赤間・清松によると同馬は臆病とも言える繊細さを持ち、レースで競り合いになると弱い面があった。そのため赤間は1988年の1月のレースで3着に敗れた後、同馬の精神面を鍛えようとハードな調教を犯したが、調教中に右足の台に薄骨を骨折。骨が3つに割れ、 獣医師が安楽死させるべきだと主張するほどの重症であったが場所サイドの要望で治療が施され、間もなく自力歩行が可能な程度に回復。さらに1989年2月にはレースに復帰するほどの回復を見せた。復帰後は同年7月まで6連勝を飾ったが、その後10戦して1勝と勝ちきれないレースが続く中、陣営は当時の中央競馬における代表的な地方、 競馬招待競争であった重賞オールカマーへの出走を決定。17頭中短賞8番人気と評価は高くなかったがマイペースの逃げを打ち2着と構想した。これを受けて陣営はジャパンカップへの出走を決定。前哨戦の富士ステークスでは1番人気となったが4着。ジャパンカップは15頭中15番人気で15着に敗れた。 翌1991年、地元大井競馬場の重賞関東坂を優勝し、重賞初制覇を達成。続いて2年連続でオールカマーに出走した。レースでは終始3番手を進み、直線で逃げた雪のサンライズをかわして先頭に立つと、ホワイトストーンの追撃を振り切って優勝した。その後陣営は前年と同様のローテーションでジャパンカップに出走したが、 富士ステークスは3着、ジャパンカップは15着に敗れた。翌1992年も競争生活を続けたが、勝利を挙げることはできず、3度目の出走となったオールカマーを最後に競争馬を引退した。競争馬を引退した後は、種ボバとなったが目立つ、活躍馬を出すことはできず、2003年に種ボバを引退、2008年に死亡した。ありがとうございます。